今日ですね、今私が撮ってるところはですね、これから私の、次の、ね、仕事場になるかもしれない場所だと思います。要するに移転を、ね、考えてたんですけど、なんか7月頭ぐらいかな、本当にこれはもう本当に運命としか言えないような展開で、まあ、物事が動くときというのは本当に不思議なもので、いろんな方の後押しがあったりですね、いろんな出会いがあったりするもんですけれども、なんかこう不思議な力に押されたような感じでですね、まあ、とうとう動くものが動いたというか、今まで同じ職場でですね、まあ、場所がですね、20年間、まあ、個人営業なんですけども、やってきましたけども、いつかこう場所をね、変わらないといけないなと思ったので、やっとね、山が動いたというか、そういう感じですよね。だからまあ本当にね、まあ、この今日みたいなこの青空を、ね、こうぜひこう、残しておきたいなと思いました。まあ、本当に心機一転ね、頑張っていきたいなと大きな夢を描いてですね、まあ、本当にYouTube の中でですね、いろんなこう新しい考え方とか、ね、いいヒントとかね、たくさん得ております。すごくありがたいです。だから本当に、これから頑張っていきたいなと思うんですよね。まあこんな感じなんですよ、部屋ね、部屋の中にこんな感じですけど、ここがまあ、ね、私の仕事場、オフィスですね、オフィス。はい。まあ、いろいろね、ここをこういうふうにしようかと、いろいろこう考えて、頭の中で考えているんですけどね、そんなに大きくはないんですけども、まあ、しかし僕の仕事をするならば、ここがこう、十分じゃないかなと思います。今日はちょっと今まだ電気を来てないので、もう暗くてわからないけれども、まあね、ここがまあもう玄関ね入りまして、こうここにまあこういう、ね、部屋があるんですよね。こう部屋がありまして、まあここでまあちょっとね、まあなんかお茶かなんか飲んでね、そういうゆったりする時間、そしてまあここでまあメインのね仕事をする場所ですよね。そうですね、まあ、みんながね楽しめというかね、喜びの場というかですね、まあ、できればというかね、本当にこう僕も願ってますのは、この私のこう好きなね、相手とまあビジネスをしたいなと思うんですよ。まあその仕事というのは、僕嫌なことをね我慢することが仕事という考え方もね確かにあるんです。僕もまあ本当にねそういうふうに考えてましたけどね、どうもねやっぱりこう今の時代違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。かえってそのなんていうか我慢したり、その嫌な意に染まぬ仕事、まあ、お金のために我慢するとかですね、それがね案外今までは良かったのかもしれないけども、これからはねもしかしたらそれダメなんじゃないかなというふうに思います。そういう新しい風がね吹いているのではないかなと思うんですよね。まあ、だからぜひね本当にまあ、自分勝手といえば自分勝手、自己満足といえば自己満足かもしれないけれども、自分がねこう仕事イコールこう楽しいと思えるね。でまあその楽しくない方がもしねお見えになったら、私はもうねもう本当に、まあ、ちょっともうそういう方とね、お金が欲しいとかね、そういう思いでお付き合いするのはもうね、今回もってやめようかなと思ってます。そうではなくて、もう自分がね、思うままに、その、出会う方と、ね、交流を楽しんでですね、それがね、やっぱり全てそのいい方に、全てにおいていい方に、展開していくのではないかなと、そんなことを思うわけですよ。まあどうなるか、またこれからね、いろんな器具がここに運び込まれたりしまして、いろんな準備等ですね、忙しくなりまして、まあ、しかしながら、まあ、動画だけはですね、ずっと上げ続けようかなと思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。以上、チャンネルでございました。またね。